こんにちは、今井俊介です。9月に初のソロ CD I am I イタリア、 I am I 日本、これを同時発売することになりました。 CD リリースを記念して11月7日木曜日ですね、大阪エルセランホール、そして東京は11月13日サントリーホールブルーローズにて、この2大タイトルを引っ提げて記念コンサートを行うことになりました。いやーもうね、緊張しましたね。もう一曲一曲に、かけるこうアドレナリンがこう出てきて、この集中しようっていうのがね、もうピアニストからもひしひしと伝わってきてますし、僕としてもこうどういうふうに発生してどうやって感情を入れていこうかっていうのがですね、こうぶつかり合ってまたこう混ざり合って、ね、一音一音こう緻密に、収録できたと思ってます、はい。イタリアは、自分の声の大元、声の大きい幹の土台というところで作っている、ためにどうしても必要なもので、これが、自分の声なんですというですね、しっかりとした発声と歌を聴いていただきたいという思いでまずイタリアを作っております。日本は、僕がそうですね、歌を始めて2年か3年経ってから、BS 日テレのフォレスタというところの BS 日本心の歌という中でフォレスタというメンバーで関わらせていただいて、それから約2000曲近い日本の曲をやってきたんですが、これも僕の魂の中に入っているものなので、まずこのイタリアと日本、この2タイトルを一緒に出したかったんですね。そして来年からはそうですね、音楽にはというか名曲にはジャンルがないということをですね、皆様にちゃんとお伝えできるようにいろいろなこうタイトルでシリーズ化していけたらなと思ってます。いや、僕は留学していたところがイタリアなんですが、ここで発声の基本を全て学んで、イタリアオペラを、歌っていく声をしているからその主役をしっかりとやりなさいとですね、発声を教わった、師匠と、さまざまな人たちにこう今の今井俊介の声はまさに声というものはこれですよというものが、きちっとお伝えできる CD になっているんじゃないかなと思ってます。日本は、自分が今までずっと歌ってきたものの中からこれ自信を持っておすすめできる、これが今井俊介ですというのをですねおすすめできる、作品になってます。ですので工場の月、そして子守歌系ですね、そして、竹光徹の死んだ男の残したものはや海浮かば、こういった、自分のこうこれが今井俊介ですというのがですねこうしっかりと分かる、CD を作っております。はい、多田さんはですね、まあ実はもう僕が大学の学部時代からの、お付き合いというか一緒にさせていただいてて、まあ、その頃はあの東京芸大の、講師としてね入ってらっしゃって、習う立場にいたんですけど、今こう一緒にこう肩を揃えてというんですか、一緒に演奏させていただいて改めてこのアレンジ能力の素晴らしさと、一曲一曲に対するこう追求心ですね、あとはこのグッという集中力、これはですね本当にですね参考に勉強になるなと思ってます。ただやっぱりさっきも言ったんですけど、ちょっとなるとうぃーってなるので獲物を狙ってた猫が急に失敗してああもうダメみたいな感じの、ちょっと猫っぽいのか何なのかなっていう、そうですね、動きが小動物で面白いです。で浜野くんはね、あの日比谷高校というね素晴らしい高校を出て、道を間違ってピアニストになってるんですけど、道は間違ってないか道は間違ってないとは思うんですが、この真面目な見た目に反して中身がとてもシャレの効いた男だなと本当に思いますね。で、その場その場の対応力も素晴らしいし、もちろんアレンジも今回、チニさん3曲か4曲アレンジしてくれてるんですけど、それも素晴らしい温かい音、和音が音色がね出せる、珍しい男のピアニストだと思います。はい、もうそうですね、僕は本当に CD を
まずは作ろうと思ってなかったんですけど、この本当に3年でやっぱりこの時期にここの辺の自分の声からこう作っててみようかなというふうに気になって、でこの前のオペラの時に、イタリアの先生のところに習いに行ったんですけども、だんだん完成されてきてる声ができてきてるから、ここはぜひね CD とか形になるものをここから残りし始めるべきだというふうに、おっしゃってくださって、それで決意したというのもあるんです。でその、自分の今までこう歌ってきた、この CD 収録をしたこの日本とこのイタリア、これをですね、どういうふうに皆さんがこうピアニストが演奏して僕がこう歌ったかというのをですね、ぜひ生でね聴いていただけたらなと思ってます。そうですね、今回のレコ初コンサートなんですけど、全てこうアレンジから、全部自分のためにこうアレンジしてくださって作った曲なので、全てのまあもちろん今まで歌われてきた曲ではあるんですけど、これが今井俊介の、自分の曲だということをねこうアピールできたら、聴いていただけたらなと思います。多分、今まで歌ってきたものとはまた違った音楽がお届けできるのではないかなと思ってます。はい、言うとですね、普段のコンサートとは違った熱と、雰囲気のコンサートが楽しめると思います。これぞ今井俊介というコンサートが、お届けできると思いますので、ご来場お待ちしております。